お昼ご飯を食べます。でもちょっとあまりにも見た目がちょっとアイドルが食べるものじゃなさすぎてドン引きされそうです私はメカブと納豆が好きだから。おしゃべり会申し込みました、ありがとうございます。おしゃべり会の申し込みが2時までなので、ぜひここに見に来てくれてる方必ず来てくれると嬉しいです。私が待って、ルックスやばい、見せれない、見せたけどメカブ納豆ご飯大好き。最近メカブと納豆を食べるようにしてて、プラス色味やばい。おしゃべり会デビューします、ありがとう。そして凍らしたぶどう、私はどんな時だっていつだって食べ物は凍らせるんだから。今日食べるのは凍らせたぶどうと、メカブと納豆ご飯。いただきます。おしゃべり会月1は参加するようにしました。1月は2回、ありがとう、ありがとうね。私はどんな時だって食べ物は凍らせるんだから。これ本当に美味しいの納豆が嫌いな人は食べれないだろうけど、おしゃべり会全日程申し込みました、ありがとう。日曜日フルで行く、ありがとう。今古町のベンチで見てます、ありがとうありがとう。でもマリナちゃんがいたらもう怒られる、マリナちゃんはいなくなる。私はもう大好き、これが。本当はね、私も納豆苦手な人間だったんだけど、自分から好んで食べない人間で、もともとは納豆は本当に年に2回ぐらいしか食べなかったんだけど極端、年に2回ぐらい納豆食べた。うん、ふん、でも最近は食べる。17日乾杯楽しみにしてます。自己肯定感高めよ。そう、栄養とコスパ、そうコンビニで買えるから、最近メカブなんて最高です。うん、あ、そうだ、思い出したんですけど何がって感じ。あのこの間おしゃべり会じゃないショールームの時に購入品紹介しようと思って、でも購入品を紹介せずに終わったから、急に購入品紹介します。じゃーん、私がこの間買ったものご飯食べてる時に紹介するんだよってものなんだけど消臭力買いました。これはエアリーブーケ、これがこの匂いが本当に良くて、そうだから納豆食べてもこれ食べたら大丈夫やばい、購入品紹介生活感ありすぎ、本当だよね生活感ありすぎてごめんなさい。匂いお揃い界隈、本当に本当これめっちゃいい匂いで、ずっとあのね、いろんなね、こう何消臭剤香りのものを買ってきて、本当になんか生きてる時はブランドものとかに挑戦したりとかしたの。でも結局これが一番いいってことに気づいて、生きてる時って何って感じだけどその、そう
で生きてる時はこうなんかそうなんかブランド物手出したりしたけど、これがいいってことに気づいてもうずっとこれ使ってます。これを置きます生きてる時なんかないんだけど、あ、私の洗剤を奈々子さんと同じシリーズに変えてみました。おお、一人暮らしだといいかもね。そうサボンのやつ使ってたんだけど、そう生きてる時はブランドも3のやつね。サボン3のサボンの香り使ったんだけどナナコさんに生きってる時代なんか多分ね、私使い方間違ってると思う。使い方間違って、私生きってる時ない正直。あとは最近シミが気になるので、シミじゃなくてシワが気になるので、あの豆乳イソフラボンクリームを買いました。以上が私の購入品でしたあ、そう生きて、あの生きてない最近シワが気になってきて、そういうお年頃。このポーズができない私です。もう難しい、私このポーズができないんですよ。こうどうしてもこれこうこれやったら中指を立てるってなったらもうこうなっちゃうのできないの。 これをちゃんとこうこれができないんだよね。できないんだよねでもこれできる人結構いるんだよ。メンバーでも西荻と私以外みんなできるのおかしいわ。できないんです。アイニャンめっちゃ開きそう。アイニャンのピースやばいよね。もうこんなアイニャンのピースマジこれリアルに。でもすごいさ、ファンの方にさ、あのその既存でそれをツイッターに載せたらすごい何人ものファンの方が同じ写真を送ってきて、なんかこれ、あちょっと難しい、あどれだっけ、これだっけ、なんか指分かんないけど、なんかこんなポーズみたいな、違うか、同じ写真を送ってきた人が何人もいて、それ調べたらおじさんしか知らないネタだった平成生まれの奈々子ちゃんには分かんないネタでした。グワシ、そうグワシ知らんグワシ知らん、私分かんないよ。絵面がよく汚いね。絵面が汚いからちょっと食べ方考えよう みんな私がご飯食べてること忘れたでしょグワッシュ、グワッシュって何、こそっちが来て、こそっちとか言っちゃダメだよみんな。多分50歳以上のお兄さん世代しか知らないよグワシなんて。じゃあ私のツイッターを見てくれてる人は50歳以上の方が多いってことですね。見てくださいこんな感じで、実は44歳の私もピンとは来てません。44歳なんですね、若い
若い、私のお父さんより全然若い。でも本当にその昔流行ってたものってさ、今もやっぱりそのそれこそ昨日ねマリナちゃんが生誕祭でここが昭和だ西方マリナっていうお題があったんだけど、マリちゃんは昭和の楽曲がすごい好きなんですよ。で昭和なのかな、わかんないけど、レッスン中で好きな音楽流していいよ、ストレッチとか筋トレするときに好きな音楽流していいよって言われたときに、まあ、バックナンバーが最初流れて、おーとか最近とか思ったら急にロマンスの神様が流れてきて、ええと思って、誰だろうと思って、すごいいい曲なんだけどね、ロマンスの神様、渋い子がいるなと思ったら西方大先生が、あでもあれ平成なんだ、わかんない、ロマンスの神様平成だったらごめんなさい、ギリ平成なんだ、この人でしょうかが急に来た。え NGT メンバーではななこさんとゆうめいさんが小園さん呼びです。いや小ぞっちって呼べないですよ、ロマンスの神様いい曲ですよね。ルーズソックス世代です。ルーズソックスってダサい。わかんない、私の世代からはもうルーズソックスなんて誰も履いてなかった。こぞっちって呼んで呼んでダメです、呼べないです私。チョベリグよりマシ。やっぱロマンスの神様平成5年だって、でも生まれてないや。うん。ルーズソックスさ、どういうことなの？全然わかんない。で日本駅伝の優勝予想はまだやっぱマザーじゃないですか？というか私はもうてっきり、まあ、薄々感じていたんですけどね。ああ今年全日本は多分お仕事あるだろうな、その別のなんかリハーサルとかあるだろうなってうすうす思ってて、ゆかちゃんの卒業公演もあるし、はい、多分リハしてるだろうなって思って、でもひょっとしたら時間がずれるかもしれないから、まあひょっとしたら見れるかなとか思ってたら、昨日スケジュールが送られてきて7日終日って書いてあった。7日のスケジュール終日リハ、もう私があの出雲全日本駅で見れる確率はなくなったので、皆さん私の分まで出雲全日本駅伝楽しんでください。本当にレッスン場にはテレビがないので多分代わりに見といて録画しとこう。よく当たる星占いに、そのさ、そうボスの代わりに盛り上がってください。え松田聖子さんって昭和のアーティストさんですか？平成のアーティストさん。
昭和。じゃあやっぱいい曲だってさ、そのさちょっとその生きて私が松田聖子さんの歌を家で調子乗って歌おうとするとやっぱさそのうまい、やっぱ歌がとてもお上手な方だからすぐ生きるやんそうなの、もうすごい素敵な曲がさ多すぎてさ、だって赤いスイートピーとかもそうだし、あなたに会いたくてとか素敵な曲だよね。あ、そうだ、あのね、ちょっと今ね東京国際大学のコメントをパッと見つけたんですけど、東京国際大学に丹所くんっていうすごい日本人の中でエースの選手がいるんですけど、丹所くんの眉毛が小宮山さらに似てると NGT メンバー内でちょっと話題なのでみんな調べてみてください丹所健くんっていう子いるんだけど、サラの眉毛を彷彿させる誰が言ったんだっけな、2期生の子が言ってたんですよ。いや、サラちゃん、サラちゃんがそう出雲駅伝大活躍してこの間。でも私それね、いやなわけないじゃん、いやわかるわってなっちゃった見た時に、その写真見た時に、短所ってね、あの短所くんの感じを、みんな短所くん知らないの、やば、短所くんです短所くん、ちなみに短所くんは、あ、そう、ヴィンセントくんも同じチームです。短所健は健康の健、短どころじゃなく短所くんなんです。短所くんの眉毛調べてほしい、みんな。短所くんの眉毛調べてどういうことって感じだけど、短所くん調べたらサラダみたいな、本当にサラダった本当にサラダと、やばい短所くんはハーフなんですよ。短所くんハーフです。顔濃い子だな、濃いめの子だなと思ったらハーフでした。どこのハーフかは分からないんですけれども、そう、あのお母様がスペイン語を喋られる地域のことの地域の方なのかな。そうだからいつかスペイン語を話せるようになって、母親とスペイン語でお話ししたいっていうあの風なことをお聞きして、これ多分初出し情報だと思う丹所くん多分びっくり、まさかの私のショールームで情報を初出しされてるとは知らないでしょみたいな、ここでみたいなそれ聞いてほっこりしちゃった、いい子だなって。おさらのお兄ちゃん初出し情報です。多分短所くんも驚き、アナウンサーとか、本当はこれね出雲駅伝の時に発表されるかなって思ったんだけど、出雲駅伝で使われなかったので私が初出ししちゃうよ。いや短所くん2001年生まれなの、いやだ若い。小宮山さんお兄さんいるんですかね、分からないよ。
今日の朝の情報番組でも注目短色のこと言ってました。やっぱサラ注目されてるんだわ。やっぱサラは強いですね。サラの兄ちゃんが出るということで皆さん大注目してください。最近ねすごい私がびっくりしたことがあって、これ本当に超もう何この話って思っちゃうだろうから、まあ適当に耳を傾けながら聞いてほしいんですけど、あのすごい最近ね個人的にびっくりしたニュースがあって、陸上選手で私と同い年の方でめぐりやけんくん、またけんくん、めぐりやけんくんっていう方がいらっしゃって、彼は日本体育大学からサンベルクスでちゃんともう箱根駅伝でも活躍して、しかもいい成績で活躍して実業団に進んだ選手がいらっしゃったんだけど、彼はずっと学生時代からあの将来の夢はパン屋さんになりたいとかずっと言ってて、本当に面白い選手の方で SNS とかもなんか欲しいも食べたくて作りましたとか、パン焼きました、パン巡りとか、もう陸上選手なのかなってわからないぐらいめちゃくちゃ面白い SNS の子で、ですごいワードセンスも面白くて、僕はおそらく日本で一番早いめぐり屋さんですとか、めぐり屋って名字珍しいから僕は多分全国のめぐり屋の中で一番足が速いですとか、なんかすごい面白い子だったんですよ。だから私も結構注目していて、本当に成績もすごい良かったしエースだったんですけど、でもそんな選手が実業団入ってすぐ辞めちゃって、引退しちゃったのかなと思ってショックで、でもきっと今頃パン屋さんになってるのかなとかその最近名前聞かないけどきっとパン屋さんになってるんだろうなと思ったら、なんと地元の那須拓也高校で監督されてて、えっみたいな、最近名前聞かないと思ったら地元の高校の監督をしていたんですよ。え、めぐりやけんで調べたら西村菜々子が注目する選手って調べ出てきて、草生やさないでよ。でも本当に注目してたんです。だって全日本とか出雲とか区間3位とかで走ってるんですよ。でそうパン屋さんになるために私は辞めたのかなと思ったら監督になってて、そうすごいのはコーチじゃなくて監督になってるってことだし、なおかつ私と同じ年齢24歳で監督されてるんだと思って、すごいなって思っちゃった話でした注目過ごしてたから頑張ってほしいですね。1時から仕事なんでまたね、バイバイ。やばい、もうご飯がカピカピになってきたぞ、喋ってばっかりで。検索、そういつも3位、そう確かその時ね、まあ、なんか私3区だっけ忘れちゃったけど、パン屋やってない保証はないけどね確かに。うん、ふん、見てください、ほとんど食べ終わってない、おかしいなおかしいな、喋ってるからこんな遅いんですよそうだ、今ちっちゃいもんがお米売ってる。私はお米は正直特にこだわりがない人なんですよ。どこのお米食べても別にっていう人なんですけど、なんか今後はお米にこだわりを持つ女になりたい でも西村家は青天の霹靂を食べてます。でもなんかあんま青天の霹靂食べてますっていう人はお会いしない、巡り合わない。お米にこだわる女になりたいわ
青森のお米なんだ。やっぱそれすらも知らなかった。ロッチさんに左利き突っ込まれたの面白かった。左利きなんです私。あ、晴天の霹靂はそんな流通してないんだ。そうなんだ。お母さんが割とお米こだわってるんですよね。うん、青森なんだって。クイズでたまに出るって。クイズ、クイズはな、なんか学生時代を思い出す。私何択の問題好きじゃないんですよ。模擬試験の場合なんだけど、模擬試験って何択か選択問題か記述式があるじゃないですか。答えを自分で書くか選択するやつ。英検とかは選択式だし、私その選択式が好きじゃなくて、惑わしてくるから好きじゃないの。私は自分に自信を持ちたいから、記述だったらもう自分が書いたものがって感じだから。どんな顔って感じだけど、私は選択式は惑わされちゃうからあんま得意じゃないんですよ。4択のと自分で導きたいタイプなの。なんか第4択の問題が好きじゃなくて。そこでも生きってるって言われちゃった、ごめんなさい。だから免許の学科試験で、免許の学科試験は、聞いてくださいよ。私がこれからさ、私があの東日本女子駅伝の、まあ、中継番組、ネット番組に出るんだけど、そこでタムジョーっていうあの YouTuber の方と、同い年の YouTuber の方と共演するんだけど、なんとタムジョーはなんか仮面19回落ちた男なんですよ。何をしたら落ちるのか、それ聞こうと思って、どうえなえみたいな。しかも仮面だけじゃなくて、あの人多分本試験も結構何回か落ちてるんですよ、映像見たら。え、実は西村奈々子だけ有利にならないように問題作ったからさ。え、そうなんですか。リアクションが昭和私。でもそれ聞いてくるね、タムジョーに。私どうして落ちたんですか、どういうことですか。タムジョー先生、田村さん、どういうことでしょうか。絶対乗りたくない、やばい、絶対乗りたくない、やばい。私は小園さんが出す問題はなんかなんとなくだけど、あの私が勝手に、ね、予想してたのはやっぱ長野、三田、上田で富山で新潟の子がいたから、その日ね、理香と春がいたから、そば部のメンバーだから、それぞれの地域の問題が出るかなって思ったんですよ。だからじゃあ三田だったら三田の問題が出て、上田だったら例えば上田城とか上田城を建てたのは誰かとか、そういう問題が出るのかなとか、真田丸系の問題が出るかなって思ったので、長野は長野の問題で、富山は富山の問題でっていうのかなっていうのを予想したら全然外れました。大外れって感じで。絶対そのなんか三田を調べたら松尾芭蕉が出てきたんですよ。そのなんか訪れたことがあるみたいな感じで、だから
松尾芭蕉ときたら絶対問題はさ、もう奥の細道じゃないですかもうベタだけど、そういうのが出るのかなって思ってたら外れましたって感じです。ありがとうございました私の読みは大不正解ということで、でも私はやっぱ日本史系が好きですね。リアクションがアメリカン、こういう絵文字あるよね。最近驚いたことは、長野市長が変わったんですよ。荻原健司さんっていう方が長野市長になって、本当に申し訳ないながら私は存じてなくて、で名前調べたらもうすっごい人で、もうそうアスリートなんですよ。ちょっと私世代がどうしても合わなくて知らなかったんですよ。でも本当スキーの方が、スキーでもオリンピックとかで大活躍されてた方が長野市長になって、すごいびっくりしちゃった。うん、だからもうお父さんに連絡した、ねえすごい人が長野市長になったんだねってそう、本当に私は世代的に分からなかったけど、すごく調べたらすごい方でびっくりした。うん、そう、金メダリストなんです昨日さ、モバメでさ、モバメじゃないツイッターで2040年マイドルってつぶやいたら、2040年は長野市長になってるんじゃないってコメント来たなってない、なってない。あ、平野歩くんが新潟市長になる感じか、わかりやすい、わかりやすい。でもすごいですよね、いつかお会いしてみたいです。私にスキーを教えてくださいと。ワンチャンないよ、ないよ。ないですよ。一票入れるよ、ありがとう。立候補したら一票入れてくれるの、ありがとう。ありがとうございます。スキージャンプ絶対怖いよね。私も割とスキーは昔やってたから割とできる方の人種だけど、スキージャンプは絶対怖いと思う。今度荻原市長会いに行くから話しておくわ。と友達ちょっと友達みたいな感覚できっとお仕事なんでしょうけど、ありがとうございます。どんなショールーム、長野翔と会うから話しておくよ。すごいショールームなんだけどびっくり。私は西村軍団で出るか出馬するか、昔でも私長野市長ってすごい身近なイメージがあって、
何を勝手にって、まだ調子乗ってる、生きってるって思われちゃうかもしれないけど、実は長野市の市長の前の前の方のお孫さんと私幼馴染なんだよ実はそう、小中学校、幼稚園と小学校が一緒で、一番こう小学校っては一番付き合いが長かったの超幼馴染で、めっちゃ遊んでて、そうだから勝手ながら、そう友達のおじいちゃんってイメージがあったから、すごい長野市長かつて身近な存在だったの。そう、長野狭い長野狭すぎそうなの。ただ、さすがにもう、さすがに今は身近な存在だとは思わないんだけどかつては子供の時は長野市長がめちゃくちゃ身近に感じてました。やばい、怒られる、怒られる、こんなこと言うとめちゃ懐かしいわ。長野行政にお詳しい、そういうよくその行ったもん、お家にそのお友達のしかも私の長野市長のお孫さんがの弟が私と同い年で、幼なじみで兄弟上にもいるんだけど、その上はお姉ちゃんと、私のお姉ちゃんと同い年っていう、もう家族構成が一緒で市長との距離マウント、新しいジャンル新ジャンル、もうやっぱリアクションが古すぎて無理、懐かしい。家族構成が一緒で結構ね、ご飯とか食べてたわ、懐かしい、超懐かしい。怒られるかな幼馴染見てたらびっくりするかな、最近全然連絡先もわからないけどボスはどっちかっていうと副市長なんよ。確かに、私確かに、あ、そんなね、私はね、あのね、てっぺんに立つような人間じゃないんですよ、急に急に本当にそうなの。私は補佐してる方が好き。あとちょっとです。見た目がグロすぎてごめんなさい。やっぱお昼もごめん、送ろう。朝から送ってないや。朝一通だけ送ってない。でもおばめでめっちゃ面白いエピソードがあってこれもう時効だわ、多分もう結構前の話だからいいんだけど、ちょうど1年前ぐらいですよ。おばめでなんかやっぱコロナとか流行ってたから、体温を私毎日測るようになったんですよ。で私毎日体温測るようにしててってメール送ったら止められちゃって、止められた理由が、まあ今コロナも流行ってる中でなんか体温のことはわざわざ言うべきことじゃないと思うので止めましたって言われて、正直私それを言われた時にわざわざ言うべきことじゃないが結構引っかかって、だとしたらもうだいぶ全部そうだなって思っちゃってそう、例えば私今日何時間寝ましたっていうのも別にわざわざ言うことでもないじゃないですか。私が今日朝何々食べましたっていうのも別にわざわざ言うべきこともないなって思っちゃって、その日めっちゃモバメの内容考えたの、めっちゃ悩んだ。え、待って、私のモバメってどれもわざわざ言うべきことじゃないんだけどみたいなもうそんなお知らせしかできんよって思って、モバメは6年やってますけど未だにちょっと難しいそう、何も
わざわざ言うべきこと、でも正直モバメってわざわざ言うべきことじゃないことなんですよね。今日はアイス食べましたも別になんか必須で言うことじゃないなみたいな。え、あ、奈良子さんのモバメは楽しみだよ。あれですよね、私そうびっくりしたの、モバメの返信を見てた時に小園さんいるみたいな。それめっちゃ驚きました。でもさ、いや私はね最近って思ったことがあって、その西村さんの早起きをわざわざ言わなくていいので止めましたわ。そう、本当そうなっちゃうんだよね。私ね、あの、まあ、誰とは名前伏せて言うんですけど、長野県の、まあ、8チャンネルフジテレビ系列の某アナウンサーの方がいらっしゃって、今年、まあ、今29歳とかもうじき30歳になる方なんですけど、某誰とは言わないですよ、別に本人のプライバシーがあるので。まあただその某アナウンサーの方がいらっしゃって、その方が最初は、いやモバメなんかそんな撮るのはなんかみたいな感じだったのに、なんかいつしか西村軍団のモバメ撮りましたっていうようになって、でだから最近噂だとなんかその西村軍団以外のメンバーも撮り始めたみたいなことを言い始めて、もうそれってえ怖っみたいな。誰とは言わないんですけど、全然本人のプライバシーがあるんでね。まあそのふるさとライブに出てる方ですよね、まあ誰とは言いませんけど、あの、はい、確かにモバメってさ、でも確かにモバメってでもモバメって撮るのどうなんだろう、ハードル高いのかな。私は総選挙の時に初めてモバメを撮ったんですよ。モバイル枠みたいなのがあって、その時あの、まあ、当時というか、まあ、SKE さんの日高ゆずきちゃんのモバメを実は撮ったんですよ。そう、ゆずきちゃんがその成人コンサートの時に仲良くさせていただいて、そうすごい優しくて、ゆずきちゃんのモバメ撮ろうと思って撮ったら、モバメってこんなに嬉しいんだって気づいた。私はね本当にね、こうあんまもう LINE とか見ないか、LINE しか見ないからメールってあんま見ないんですよ。でもゆずきちゃんのモバメを撮ってからもう嬉しくてメールが来ることが、モバメって大事だなってその時に思いました。うん、昭和じゃ考えられないサービス、そうですよ。僕も岡田奈々さんのモバメ撮ってます、ありがとう。私がなぜかありがとうっていう。姫は頻度激少ないので先日別の人にしました。これはここだけの秘密に
難しいですね。今はナーピョーだけです。ありがとうございます。私は気まぐれだけど、まあ、1日に4ぐらいは送ってますね。気まぐれです。月間で150通送るの。画像の画像保存してるんだ、みんなすごっ。すごっ。オピメメールは高いね。うん、お腹がいっぱいになってきましたね。8人も撮ってるんだ。まあでも多めは、私もね、その総選挙の時にモバメを初めて撮った時、まあお休みじゃない、安いじゃないですか、そのシングル CD とかに比べたら。で1ヶ月でメンバーからメールが来るって思ったら、これ結構私ハマっちゃったらいろんな子撮っちゃうなって思っちゃった。そうだからモバメ結構5人ぐらい撮ってますっていうファンの方とかいらっしゃるけど、なんか気持ちわかる。そうリーズナブルだし、いろんなメンバー知れるし、いいよね。だしモバメって絶対さ、もう例えば SNS、 Twitter とかインスタが出てこないってやばい。インスタはさ、卒業してもアイドルを辞めても続ける可能性がきっとあるだろうけど、モバメって多分さ、もう辞めたらアイドルじゃなくなったら多分やらないじゃん絶対。全員に返信してる人尊敬する。え、そんな人いるの？モバメ全員に返信してる人なんて絶対いないでしょ。一押しの子だけでしょ。月8000ぐらい取ってしまった。やば。私はあやかりちゃんが卒業してからななこちゃんのモバメ登録しました。ありがとう、嬉しいです。月8000円やばいよ。西西コンビだけにしてます、ありがとう。でもね、昨日ね、公園ですごいね、私紫と青のサイリウム多いなって思ってたら、マリナちゃん推しの方が私のサイリウム振ってくれてることが多くて嬉しかったです。凍らせたぶどう美味しい。やっぱね、食べ物は何でも凍らせたからじゃダメだよ。酸っぱい。美味しいって言った後にすごい酸っぱいの来ちゃった。酸っぱいです。ブドウは巨峰派です。シャインマスカット派です。急な贅沢。シャインマスカットって美味しいよね。
昨日フルーツ大福があって、差し入れにスタッフさんからの差し入れだったんですけど、私あんまりフルーツ大福に魅力を感じてない人なんですよ。なんだろう、別で食べたいの。なんでお餅とフルーツとあんこを一緒にするのって思っちゃうの。別にまずいとは思わないし、食べろって言われたら食べるんだけど食べてって言われたら食べるよ。嫌いとかじゃないんだけど、全然。ただあんまりこう、まあ、別で食べた方が美味しいんじゃないって思ってる人なんですよ。そうだけど、そのフルーツ大福がもういっぱいあって、シャインマスカットがあったの。そうどんな状況、そうだよね。シャインマスカットとのフルーツ大福があって、もうシャインマスカットの無駄遣いとか思って食べたらめっちゃ美味しかった。びっくりした。フルーツ大福って美味しいんだって思った。でも昨日ね、まりなちゃんが差し入れでお団子くれて、ずんだが一番美味しかった。シャインマスカット上田駅で一房1500円で売られてて安ってなった。これ安いの？1500って高くない？シャインマスカット自分で買ったことないから分かんないけど、安いんだ。1500高いってじゃ思っちゃう。都内だと2000円なんだ。そうなんだ。高いんだね、シャインマスカットって。美味しい。これはシャインマスカットじゃありません。でも分かるよね、こんなちっちゃいんだもん。シャインマスカット差し入れに来たらテンション上がるよね。え、行数だって安いんだ。行数は何でも安い。でも行数行ったことないだし。長野と新潟のものは東京で買うと高いです。なんでも東京高いよ、土地も。あのね、東京何が高いかってね、土地が高いの。なんであんなに家賃高いんですか？ニコ。東京に聞きたい。どうしてあんなに家賃高いんですか？笑顔で言ったら許されると思ってる。人間どうしてですか？あ、駐車場も高い。そうだよね、車なんて持てないよ。東京でルレクシャー見た時そっとじしたおもろ。そうだよ、本当に。どうしてですか？同じ日本なんだから。本当に、いや、私ね、そのチカポンの YouTube 大好きで見てるんですけど、
丸取りで共演させていただいているチカポン。高くて狭くて笑う、本当だよね。チカポンがもうさ、もうあのお笑い芸人の方なんだけど、すごいのがさ、あの家賃3万、家賃3万円でお風呂がないですって言ってて、でもまあお風呂ないのはしんどいけど、それでも3万円で住めちゃうんだと思って、あーまあそうだよね、人口もあるよね。私ね、おすすめのラーメン屋さんがあるんです。突然東京で思い出した。東京でめっちゃおすすめなラーメン屋さんがあって、でもこんなこと言うとそこのラーメン屋さんにめっちゃ行ってるみたいになるんだけど、行ったことはないんです行ったことはないんだけど、その写真とか見る限り絶対ここのラーメン屋さんが一番美味しいじゃんみたいなところがあるのね。仕事戻ります、配信ありがとう、ありがとう。行ったことはないんだけど絶対美味しいじゃんっていうお店があって何が言いたいかって、もしお時間ある方そこ行ってきて、ね、美味しかったら私に言って、あんま東京行けないからさそこがあの塩ラーメンのお店なんですけど黄金の塩ラーメンってお店で、市ヶ谷にあるところなんだけど、レポいらいそう。黄金の塩ラーメン、黄金の塩ラーがひらがなで、あが小さいあで、麺ひらがなで、そう塩ラーメン私大好きだから、塩ラーメン大好きな人に行ってほしいので、そこの、あ、かいりちゃんに食レポしてもらえばいいのか、そっか、写真見せてかいりちゃんに食レポしてもらえば楽か。でそこのねラーメンほんと食べに行ってほしい誰かで、ま、そこは普通に塩ラーメンが、ま、もちろん有名なんだけど、他にもその私が一番食べてみたいのはそのフロマージュっていうのがあって、あの塩ラーメンのフロマージュ、チーズのフロマージュが乗っかっているラーメンなんだけど、それをぜひね皆様食べていただきたくてなんかめっちゃ常連客みたいな発言しちゃってるけど、行ったことないんですけど、そうだから誰か黄金の塩ラーメンのフロマージュ食べてきてほしい。チーズが好きな人に食べてきてほしいです。でも本当に美味しそうなの。そうドゥエイタリアン、そう名前がそう、そうだからそのなんか、ああたまたま市ヶ谷に用事がある、あたまたまなんか武道館に行く用事ができたとか、あたまたま九段下に行く予定ができたみたいな人がいたらぜひ食べてきてほしいですたま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 なんか法政大学に行く用事ができたみたいなそうたまたまなんか市ヶ谷付近に行く用事ができたら、ラーメンとチーズ合うの？そう、それを検証しに行ってほしいですでも絶対美味しいと思うんだよね。母校の大学が市街にある
行ってきて。もうぜひ。サザエさん見に行くついでに本店が市ヶ谷ってだけで、そうなんか渋谷とかにもあるみたいなんだけど、そうラーメン生ハムフロマージュ1180円、それが本当に食べたいの。ラーメンとチーズ合いますよ、お願いします。行く用事があくまでもある方だけで食レポしてきてください、私の代わりに。明日その近く通る用事はあるんですけどね、行くしかないということで、皆さんの食レポを頼りにして、皆さんがすっげー美味しかった、マジ最高って言ってたら私も行きたいと思いますチーズ苦手あら、あ、そうそう、お店の人に西村ボスに頼まれましたって。明日秋葉原で劇場公演だから多分その前に食べに行く。さすがみんなふっかる、だってそうだよね、中央線だからさ、市ヶ谷、飯田橋、水道橋、お茶の水、秋葉原ってなるもんね。そうなるから嬉しい、食べに行ってくださいなんか身内が経営してるみたいな感じの言い方してるけど全然そうじゃないんだけどあ、1時33分、ななこちゃん、ラーメン食べて髪の毛も肌もツヤツヤなんですか。ラーメン実はあんま食べてないです最近ラーメン食べたのなんてもういつだろうってぐらい覚えてない、3月ぐらい、4月かな、3月ぐらいにラーメン食べましたそれっきり食べてないかも。基本的にね、そうもうすぐおしゃべり会の3時受付が終了なので、この配信見ている皆様、おしゃべり会受付がありますのでぜひお願いします、来てください。ちなみに私は最近ファンの方に言われるのが、そばとラーメンどっちが好きなのって言われるんですけど、マジ本当にリアルなこと言うと、ざるそばとラーメンだったらラーメンの方が好きです。だけどラーメンとあったかいラーメン、ラーメンとあったかいそばだったらあったかいそばの方が好きです。だからこれはどっち派なんですかね。あったかいラーメンって当たり前じゃんって感じか。すいません。そう、ざるそばとラーメンだったらラーメンの方が好きだし。でもラーメンとそのあったかい天ぷらそばとか。きつねそばとかだったらそばの方が好き、温かい食べ物が好きなんで うどんはなんかね、私はここ1年ぐらいでずっと昔はうどん派だったけど、1年、もうちょっと前かな、2年ぐらい前からね、私ね、そば派になったんだよね。なんでなんだろう、大人になったんですかね、味覚が変わりました。凍らせよ、なんでだよ、なんでだよ。冷たいラーメンなんてあるの。釜玉うどんとざるそばならどっちが好き。うわー、かまたまうどんですかまたまうどんと
とざるそばだったら釜玉うどんの方が好きだわ。やば、今ハッとしたわ。あったかいやつが好きなんですよ。そう、私ね、冷たい食べ物あまり、そう、冷水スープ、冷水パスタ、冷製スープ冷水って何って感じなんだけど、冷製スープとかあんま得意じゃないんですよ。たまにあるじゃないですか、冷製パスタ、冷製スープ、苦手なんですよね。あたし立ち食いそば行ったことない。でも多分苦手、私ゆっくり食べたい人。もうだってこの間3月か結構前に、なんか駅中のラーメンをひなたとまりなちゃんと食べた時、リアルに2時間半3時間近く行ったと思う、ラーメン1杯食べるために。うん、ずっと話してたいから。そう、しゃがら、大正解、よくわかるね。ゆっくり食べたいの、もう友達と仲良く喋りながらゆっくり食べたいから。カウンターとかもあんま得意じゃないの。立ち食い苦手。まあでも行ったことないから、もし行ってみたらまた考えが変わるかもしれないけどね。麺は伸び伸びだと思います。一人ラーメン、しゃがら美味しいよね。でもあれだよね、きっとそのお仕事柄的にお昼の時間が短めとか、そういう方がね、あの立ち食いはラッキーいいのか合ってるのかもしれないけど、やっぱ私たちさ、お昼はもうお弁当だから、お昼を食べに外に行くこととかないからさ、お仕事の時美味しいよね。でも私は新潟のラーメンで、あ、一番美味しいって思ったのは一等屋なんですよね。あの七九山だっけ、一等屋っていうラーメン屋さんがあって、結構その重ためなラーメンなんですけど、コテコテなんだけど美味しかったです。皆さん今日お昼ご飯食べてないよって方いたらラーメン食べてください。あ、ラーメン部、そうそう、ラーメン部でもね、そう、一等屋本当に美味しい。そう、重ね醤油が美味しいのよ。メンマもうまい、メンマも太い、メンマ美味しいよね。兵庫の焼きそば食べたことない。ゲーム部の活動どうなってますか？私も知りたいです。私も知りたいです。でもやりたいよね。今日のお昼は味噌ラーメンでした。私味噌ラーメンあんま魅力わからんのよね、まだあんま食べたことないんだよね。私はラーメンはもう塩か豚骨、極端。
めっちゃ極端だね私。塩か豚骨塩が好きって言ったら あっさり系が好きなのかなみたいなさことを思ったら豚骨も好きって振り幅がすごいのよ私そうなの。あとまあ、ね、やばい、こんなこと言ってるとめっちゃラーメン通みたいな、ラーメンめっちゃ詳しいみたいな思われるけど申し訳ない、私ラーメンほとんど食べないからこんなに語っていいのかと誰かから怒られそうなんだけど、ラーメンはあの、まあ、チェーン店だけど天下一品が好きだったななんか思い出の味、学生時代に割と行くことがあって学校の近くに、近くでもないけどもあったんですよ。天下一品、なんだかんだ天一が好きだったな。こんなこと言ってなんかラーメンマニアみたいになってるけど、え、新潟にないんだ、悲しい、悲しいです。あとこれも私は行ったことないんですけどまた西村奈々子の行ったことないよシリーズで申し訳ないんだけどあの目黒、中目、目黒か、目黒に黒っていうラーメン屋さんがあってそこがすっごい美味しいらしい。西村奈々子の適当な宣伝シリーズ。愛知県も店舗減ったんだ。今日絶対今日天一食べよう、いいな。そう、目黒に黒っていう漢字で黒っていうラーメン屋さんがあってすっごい美味しいらしい本当にいろんな人から勧められるんですよ、黒美味しいよって。だからみんなも行ってきてほしいです西村なんだこの自分が行ったこともないのに人に勧めるシリーズあ、そうだ、西村奈々子の行ったことないシリーズと帰りの食レポで新しい部活作りたい適当な部活食べたことはないんだけど黒めちゃくちゃ美味しいの。あ、うん、美味しいらしいから皆さん本当に行ってきてほしいです。適当、適当オブ適当ということで、もう1時間で終わりにしようと思ったら時間が過ぎていたので、ショールーム終わりにしますね。13ミヤパン7号さんありがとうございます。12アチューさんありがとうございます。11ユータさんありがとうございます。10位コウセイさんありがとうございます。9位トウゴさんありがとうございます。8位ラクさんありがとうございます。7位ヤスヒコさんありがとうございます。6位音速の貴公子さんありがとうございます。5位ケイスケさんありがとうございます。4位山ありかもご、山ありかもごさんありがとうございます。3位猫とり201809さんありがとうございます。2位セラさんありがとうございます。1位いちくんさんありがとうございます。ということで皆さん、今日のお昼ご飯は私が美味しいと噂で聞いたラーメン屋さんに行ってきてくださいということで、配信ありがとうございました。また配信しますね。ということで、またいいお昼休みになりました。こちらこそ嬉しいです。またお会いしましょう。バイバーイ